こんにちは、プロトリーグチャンネルです。今日はこちらのですね、流木と、ブロメリア、ネオレゲリアを中心としたブロメリアを、集めてきまして、ちょっとこれでアレンジメントを作っていこうかなと思っています。用意するものは、こう流木とですね、ネオレゲリア、何でもいいんですけども、ブロメリアって言われてる植物と、あと水苔と、あとワイヤーですね。水苔はあらかじめ水で戻してありまして、でこれで作成していこうかなと思います。結構簡単なので、こう素材となるものをですね、まず集めまして、これでだいたいどんな感じにするのかというのを、抜く前にですね、形作ったりするとイメージしやすいんじゃないかなと思いますので、だいたいここにメニューを持ってきて、これはこの辺 でこの辺にちょっとこういう感じで作っていこうかなと思います。で実際にですね、抜いていきます。結構水が溜まっている場合があるんですが、水を抜きながら、余分な土はどんどん落としてますね。あんまり根鉢が残っているとすごくつけづらくなると思う。全部切っちゃうとまたあれなんですけど、少し崩したいと思います。お邪魔してよいしょ。その際にこう汚れてる葉っぱを取り除いた方がいいですね。株が群生しているタイプは全部使うとかなりのボリュームになっちゃうので、ちょっと分けようかなと思ってます。もう最初から3つに分かれてたので、このうちの1つ2つ使う感じになるのかなと思いますね。入るようだったら3つ入れちゃってもいいかなと思います。であとはですね、実際に水ゴケで巻いていく作業ですね。いわゆる苔玉を作るような感じで水ゴケで覆っていきます。で、さっき決めたところに入れてますね。これだけじゃもちろん取らないので、このワイヤーで、テグスとかでもいいんですけども、なるべく切れにくいものを選んであげた方がいいですね。この盆栽ワイヤー、
採用の針金を使っています。結構がっしりやってあげないと置いた時に取れちゃいますね。この際仮止めとかでもいいと思うんで、まあ、もうちょっと、全部完成してからしっかりと締めるのでいいと思います。まあ、これで1個ですね、完成しました。で次はここですね、ここにこれを置きます。
な感じで完成ですね。これ本当に簡単にこの水苔とワイヤー1本で簡単にできちゃいましたので、まあ、こんな感じで出来上がりましたね。でこれあのもうすごい管理も簡単で、ここの筒の部分に水溜めておけばそれで大丈夫なんで、あのよく日の当たる場所に置いていただく、まあすごい夏の直射日光はちょっと焼けちゃうかもしれないので、まあ、少し半日陰になるような場所に置いていただくと、この美しい色合いのままで保てますし、お水やりはもう頭から頭からかけるような感じで十分なので、あのもう本当に真夏でも、まあ、もし日陰であれば毎日水をあげていただいて、ここの中の水が入れ替わるような感じで、いつも新鮮な水がたまるように水をあげていただくと、あのいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、こちらの方が、まあ、いろいろ場所はかか、場所としては、まあ、外の方がいいかなと思うんですが、冬だけですね、あの寒いと傷んじゃうので、室内に取り込んでいただいて、あのまた来年ちょっと出していただければと思いますので、ちょっとこの夏の時期にとてもいいアレンジメントじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひぜひチャレンジしてください。